ソウリューは、フランスのブルゴーニ・フランシュコンテ地域圏、コートドール圏にあるコミューン、パリとマルセイユなどをつなぐオートルートからやや離れた、位置の不便で小さな町であるが、美食とロマネスクの中東を伝える聖堂で知られている。ソウリューは、ガロロマン時代から交通の要衝として知られており、宿場町を形成していた。近隣のオータンとの関係は、 シャルル2世によって発行された843年の書状に記録があり、王丹に総流が属す形であったことがわかる。11世紀に建てられた教会堂は位置を変え、また改築により姿は変わったものの、現在も三端の主聖堂として現存する。17世紀以降は食通の間で名の知れた町となった。 1677年8月26日にこの町に宿泊したセビニエ夫人は食に関して賛辞を書き残している。この時夫人は美食を楽しむことを聖母マリアに許していただこうということで小さなマリア像を寄贈もしている。広場にある歴史的記念物の噴水は1760年に制作されたもの。1932年に料理人。 アレクサンドル・デュメーヌが始めたレストラン、ラ・コート・ドールは1951年にミシュランガイドの3つ星を獲得した。旧国道6号線が通っていたが、1960年代に開通したオートルート A6 は、総流を外れた経路で設定されたために微妙に不便な街となってしまったものの、美食で客を呼べる街としてことに名前が知られている。人口の推移は、 可表の通り。これ以前については、社会科学高等研究院のサイト参照。ルルレ・ベルナール・ロワゾー・サンタンドッシュ聖堂は、創立の広場に面した場所に立つ、カトリック教会の聖堂ロマネスク建築として分類され、中東彫刻が知られる。サンタンドッシュ聖堂とも表記される。2世紀に殉教した3人の聖人の最後の地を起源としている。3人の聖人とは、 聖堂の名前にもなっている聖アンド氏と、あとは聖、イルス、聖フェリックスの二人である。元となった修道院は8世紀の設立という。11世紀に修道院付属教会堂として建設されたものが、現在の位置に移築されている。1359年に内人がイギリス軍に放火され、これが修復されるには1704年まで待たねば、ならなかった。 フランス革命でも被害を受け、特にファサードがひどく破壊され、しかも19世紀のまずい修復により残念な姿となってしまっている。歴史的記念建造物には1840年に指定された。聖堂内部の中東はオータン大聖堂のそれとの関連が指摘される。歴史説で戦術したようにオータンの影響下にあったことからオータンの影響を総流が受けた。 という流れと考えられる。写実性という点では、総流に優雅さでは、王端が軍配が上がるといった評価がなされる。以下に、いくつかの中東彫刻を紹介する。ありがとうございます。